今日の私がお伝えしますは総務省の家計調査で去年1年間の100世帯当たりのまんじゅう購入頻度が日本一になった宮崎市にスポットを当てますこちらの数字が日本一になった背景には何があるのでしょうか結構好きで食べますあんこ好きで <laughs> えどうしてかな甘いもの好きな人多いんですかね <laughs> えー、ちょっとわかんないです。あ、よくわかんないですね。お年寄りが、多くて。それで。食べるか。え、いいかな、かなとか、ね。暑いから。暑いって、体が、なんかね。あれん時に、は私も甘いもんが、藤から。はい、わかりません。考えても。はい。宮崎歌詞協会の、上野会長に聞いてみると。 なんでこんなになったんだろうなって。全国にいっぱいお菓子さんがある中でですよ、宮崎がこんなになったとはもうびっくりしてます。わからない部分もやっぱあります。 とということで地元の菓子協会も具体的には把握できていないというこのまんじゅう購入頻度日本一について今回はマーケティングが専門のコメンテーター土屋さんと一緒にマーケティングの視点から分析をしていきます。土屋さんんいろんな論文を調べて 来てくれましたよね苦労しましたねマリュータン <laughs>、はい、の席がめ, <laughs> めちゃめちゃ苦労しましたけどいろんなデータを見せてくださいました <laughs>、はい、お二人はこの日本一になった要因どうしてだと思いますか <laughs> ええ難しい確かにでもこう祖父母の家に行った時には、うん、まんじゅうがあるし喜ばれるから、うん、まんじゅうをこう買っていくっていうのも あり,ますね、ありますね絶対帰るときにこれ持って帰れとかって言ってお饅頭先生に渡してくれますもんね <laughs> じゃあこれは大福の、ね。んですよねただです、ね、<あ>大福はまた別なんですよね不快、ね、ですねいろいろな条件がある中で今回まんじゅうが日本一に購入頻度日本一になったということで、うんうん、土屋先生にいろんな論文を調べた上でポイントを二つにまとめていただきました、はいはい、まず一つ目がこちらはい 年代別の支出額ですねそうなんですこれ実はですねまあ、宮崎というのは日本を代表するくらいにですね高齢者の方の数が多いというのも特徴的なんですけれども、はい、実は20代30代40代とこの5、60代になった瞬間に急激にですね、うん、和菓子を購入される金額が増えていくっていうのがここの上がり幅すごいですねすごいですね60代70代で <laughs> まあ僕は粒あんなんでね、ここら辺でもちゃんと買っている派なんですけど <laughs> ちゃんと増えているこれはですね、宮崎の特徴のヒントになるんじゃないのかなと思います宮崎ならではかもしれないですねそしてポイント2つ目がこちら購入場所でです。すそうなんですよね。うん、この購入場所、宮崎というのは実はですね、日本全国で調べてみると和菓子屋さんといいますか和菓子を作っている事業者さんの数が 実は少ない。のデータ見てください,い。生菓子製造業の事業所数でいうと、実は日本で45位なんですね。えー、こんな少ないのになぜか。これは作っているのではなくて、てやっぱり今回購入されている場所、やっぱり結果売れてますからね。数字としては。はい、なので売れている場所、買っている場所にヒントが秘密があるんじゃないのかというところです。確かに一度心つかまれた饅頭って何度もリピートしちゃうのはありますよね。そうですよね。うもお店が少ない。どこでじゃ買うんだろうって思う,、ね、うんです、ね。はい。という。 ということで土屋さんが注目したのがスーパーコンビニということで土屋さんと一緒に調査してまいりましたまずは県内に127店舗を展開するファミリーマーマトですこちらではまんじゅうなど和菓子についてある販売戦略が年金の支給月の支給週の1週間に限ってですね あのセールの方をさせていただいております <laughs> 南九州ファミリーマートではこの割引キャンペーン期間に饅頭を含めた和菓子のラインナップを強化10年前から続けていて年金支給などで店舗の ATM を利用する世代が和菓子を購入している可能性があるということです買って帰りますねコンビニエンス自体で買われる方がまあ50代 60代、70代の方がメインになってまして、今年で言いますと、昨年に対して大体3割ほど、130%ほど、まあ、金額の方が上昇してございます続いて、県内に30店舗を展開する、A コープ宮崎。土屋さんと一緒に調査ししてきました レジの目の前にこういったコーナーがあるんですがマーケティング的にここはどういったところなんでしょうか実はある意味スーパーさんにとってレジ前というのはものすごく大事な場所でついで買い付してしまうお店にとっても大事な作戦の重要なスポットなんですよね基本的な統一された売り場はあるんですけど4,5年前からこういった売り場作りをしているんですけどまずは1店舗から始まって今 その売れ行きが好調ということで、どんどん広がっているところでありますメーカーからの提案で始めたというレジ前の和菓子売り場、さらにこちらでは、こんな販売戦略も。<え>この売り場だけじゃなくて、生産者コーナーとして、こっちでもあっちでもというような買い方ができるようにしております。 一箇所にまとめた方が効率的じゃないかと、お店の管理的にはと、複数に和菓子が分かれてる理由って何かあったりされるんですかお客様の目につくっていう機会が多くなりますんで、購入される機会が増えるのかなと思っております頻度アップのポイントがここにもありますエ、ねうん、A コープには、地元の菓子店も商品を卸していますどうしておまんじゅうをスーパーに置くようになったんですか。はい、幅広い方に うちのお菓子をお召し上がりいただきたいということで、最近、若い男性の方、女性の方、幅広い方が和菓子を購入されるようになって、そちらがやっぱりおまんじゅう日本一の一位になったのではないかなって考えておりますはい、ということで、先生の狙い通り、スーパー、コンビニのさまざまな 取りり組み販売戦略といううのが見えてきましたねねそうです、ね、やっぱり実は宮崎というところで言うと、まあ、おまじゅう以前も、まあ、売れてはいるんですよね、やっぱり日本においても、まあ、人口宮崎市というのは人口、実はかなり多い方なんですね、日本全国市町村の中で、かつ高齢者の方も大変多いですから、その方々に手に取りやすい金額で、どこで生活の中でどう頻度といいますか出会いのきっかけを増やそうかというのをです、ね、小売店さんがものすごく努力された結果というのが、今回の購入頻度日本一に。 ながっているんだろうなと思いますね、うん、取材をしてみるとコンビニの方も今後地元の和菓子店のことを知っていきたい一緒に何かしていきたいという話をしていて、うん、私、意外だったのがスーパー、コンビニと和菓子店ってライバルだと思うじゃないですかはい、はい、そこが一緒になって、はい、宮崎を盛り上げていこういろんなところで販売していこうという狙いが見えてきました。うん、さあということで今年もまんじゅう日本一が2連覇できるかということでここまでのデータどうなっているのか見ていきましょう。はい 頼む最新のデータ、こちら、宮崎市、今のところ4位なんですね、うん、これ、8月までのデータとなっています、まだまだ挽回が可能ということで、いけますかね、先生、まあ長崎ね、強敵なんですよね、甘いものが好きな県というね、<laughs> 市町村ということで、ただ、まだいきます。 やっぱりね一日二三個でも食べてきました、ね、ちょっと合いますからねいろんな方に購入していただきたいということで宮崎菓子協会では今月十一日、十二日に宮古シティで宮崎お菓子祭りを開催しますここでは初めて饅頭の販売もあるということですのでぜひ皆さんもお出かけになってみてくださいここまで私たちがお伝えしますのコーナーでした